18歳からプロミュージシャン。ラブアフェア、その後はモト・ザ・フープル、デイビッド・ボーイがプロデュースしたバンド。壊れた建物で遊んだ。イギリスのロックミュージシャン、ほとんど同じ年、戦争の世界で生まれたね。毎日彼のボーイフレンドは、フレディ、タバコやめてよ声に悪いよ。フレディは、面白い。